富士ゲームス。これは王国の陰謀の裏側を暴く王女と騎士の物語。オルディス連合王国、大陸歴1910年1月、オルディス連合王国が主催したマギ会と平和利用国際会議の席上で爆弾事件が発生。父王が被害を受け心を痛める王女を謎の刺客が狙う。若き憲兵アシュレイは王女のために陰謀劇の渦中へと飛び込んでいく。俺は俺の思うようにやる。上の言うことなどザレ言でしかない。女王としてこれくらい当然です。手心を加えるつもりはない。みんなをいじめる人は許さないんだから。私の科学はどこまでも発展する。ブレカトゥスの天秤。